やばい、久しぶりだ。久しぶりに Wii U つけた。これ。これ待って、懐かしすぎる。いつぶりだろう。なんかどっかで煽られて、やめたんだよ、スプラトゥーンを。もうやめるって言って。確かね。確かそんな思い出があります。うわぁ、懐かしい。ハローアナモールよろしくお願いします。来た。スプラ1の世界戻ってきました。そう、最初だから、まあ、最初っていうか、初心者みたいになってるんですけど、ギアをね、初期アバターに変えました。これで、戦っていきたいと思うんですけども、このステージがね、今まで使ってた、アロマナモール、懐かしいですね。2とまた別なんですよ。ちょっと似てると思いきや、狭くなってるところが、てか、スプラトゥーン、結構狭いんだよね。この坂もさ、なんか、変な急斜面あるからね。やってみないとわかんないんですけど、ここ急斜面あるんですよ。あ、来てる。危ねえ。あ、ちょっとね、客車でやられちゃう。危ない。相手引いたし、チャージャー2人いるから、上は任しちゃう。やべ。危ねえ。あ、バリアで。お、あれ、知らない。ちょっとラグが。回線がもしかしたらちょっと悪いのかもしれない。来たね。あ、よし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 、ボム強えや。やっぱスプラトゥーン。戻ってきてもボム強いや。おお、あ、チャージャーありがとう。これはチャージャーに任せてもいけるな。他塗らなきゃいけない。あ、いるね、敵がおります。危ない、危ない。ここから出てこられるのも厄介だな。ほい、ああいうのなんかもう全部ボムで倒したいわ。あ、やば、人が多い、人が、ああ、落ちちゃった。滑り落ちたよ。十分に濡れてなかったな。やべえな、うちチャージャー2人だから、あれかもな、塗りが。これは若葉の俺が塗るしかないのか。相手から見たら初心者に見えないかな、俺。優しくしてくれないかな。あ、ほら、急斜面で全然登れない。敵いないね。どこ行った？え、敵いなくね？回線落ちた？あ、落ちてない。あ、うれボラリアって、あ、落ちてるな、これ回線。来んな。ここや、ここ張ってれば強いぞ。頑張れ、チャージャー。俺塗るからな。チャージャー後ろは任したぞ。背中も任したって言っちゃった。二人いるとでも心強いかもしれん。そこか、あ、危ねえ危ねえ。ここマジで狭いんだよ。うわー、はい、重いな。スプラトゥーンやって重く感じるの久しぶりだ。いる。いやー、じゃあボムね。ナイス俺。あ、俺ダウンじゃん。回線打ちどんまい。イエーイ、なんか久しぶりやって勝ったら嬉しいわ。初戦勝てるの嬉しいね。ありがとうございました。戻ってきたよ。一瞬だけだけどな。よし。あ、ジャッジくんしかいないんだ。小ジャッジくんがいないよ。生まれたのかな。ジャッジくんが産んだのかな、小ジャッジくんって。ありがとうございました。はい、抜擢しました。アンチョビットゲームズよろしくお願いします。ここもスプラトゥーン2にね、あるステージなので、まあ、ちょっとね、このステージ、スプラ1だと、回線が重くなってしまうっていう原因が、割と事故ってるステージがあって、それがここなんですよね。あと武器もね、変えました。スプラシューター、え、何今の。チャージャーみたい。すぐやられたんだけど、今。弾が見えなかった。インクが見えなかったよ、相手のインクが。スプラスピナーだ。スプラスピナーに変えました。スピコラってやつ。なかなか害悪武器で。俺、これでね、昔ね、めちゃくちゃ腕前上げたことがあるんですよ。強くて。危ねえ。スペシャルとね、サブが強いんです。みんな使った。一時期みんな使ってた武器なんだよ。見つけた。おいーす。でも一発で倒したな。やば。なんか落ちてきた。
あ、ボムラッシュってか、ボムラッシュやばいな。このステージのボムラッシュはまずいぞ。さあ、敵が入ってきてますね。うわ、来ないで。来ないで、来ないで。まだいますよ。これ、ノバか。ノバやだな。うわ、うわもう来てた。背中向けちゃダメだったな。ここのノバやだ。倒しに行こう。まあ、ボムラがやべえ、ボムラがやべえ。うわわわわわ。こんな届くの？あ、ボムヘッつけしたもんな。てか、重。配線が重い。これ、怖え。ノバ怖え。あ、まだいるな。こっそり行こう。今度はこっちから。はい。さっきはね、詰め方が悪かったね。オッケー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 。ちゃんと塗って、こっちいるわ。危ねえ。よし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 。おい、逆転逆転するぞ。こっちいるな。危ねえ危ねえ。チャーも怖いわ。うい。はい、ポイズンバリア。これが強い。これが強いんだよ。ポイズンバリアが、あーノバ強い。ノバも強いよ。これやられたないのか。やられたっていうのはスプラ2から出てきたもんな。うわ、めっちゃいい戦いしてるこれ。あ、でも真ん中がまずい。怖っ。ボムラッシュ貯める前に倒した。うぅー、ボムラッシュが怖いな。いや、これスペシャルたまんねえや。あー、あげられちゃう。無理。うやっ、強え。ほら、強え。あ、いやいやいや、わかんねえ。でも最後、最後ってか最初の方めっちゃ塗られてたから、最後いっぱいキルしたけど、微妙いな。負けたかもしんない。あ、勝った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 、ギリギリ勝ってた。あ、やった。ありがとうございました。やっぱバリア楽しい。アロワナか。オッケーオッケーオッケー。まあ、でもアンチョビの方が良かったかな、どっちかっていうとな。あと、ルールが変わる時間が分かんなくて、ステージ。スプラトゥーン2は2時間で変わるんですけど、スプラ1は確かに4時間で変わってたんよ。で、ルールがね、3個しかなくて、縄張りと、あ、縄張りで言うと4個だ。ガチマーは、エリアと、ヤグラと、ここで、アサリがないんですよ。アサリは2から。うぃ。ってことは、3が出た時は、あれなんかな。またルール増えるのかな。怖っ。ナイス。こっちも敵いねえや。また解散地か。これ少なくないか。あ、いや、そんなことないな。全員いるな。いるね。怖い。ボムは嫌だけど、降りてきたらポイズンバリアで倒せればいいし。味方か。こんなグイグイ攻めていい。じゃあ、おっと、あぶね。うわ、これやれそう。あれ消えた。これか。あ、ここだ。オッケー、ちゃんと一人倒した。怖え。よしよしよし。ここさ、狭いんだよ。スプラトゥーン1、ここ狭くて。ん、下いるな。ん、ナイスー。いいね、一緒に倒すの。いや、本当に敵が少なく感じるんだけど。いないし。やっぱ落ちてるよね、あれ。うわっ、うわー、ノバ強いな。あ、落ちてるわ、やっぱ。2だと分かりやすいね。1分かりづらいな。右側のあのイカちゃん消えてるわ。ない。人数よりじゃ勝っちゃうな、これ。申し訳ないっすね。スプラトゥーンがちゃんと見たい人申し訳ないっすね。あ、下いる。あ、強い。ヒッセンが強い。ヒッセンってサブとかなんだっけ。ヒッセンヒュー、あれかな、チェイスボムかな、カリクボムみたいなやつだよ。懐かしい。あ、ナイス。敵全然来ないんだけど。かわいそう。
回線落ちいいんかな。いやー危ない、やられた、ボムが。あー強い強い強い、肘も強い。これ2も強いのに1も強かったのか。頑張れみんな、助け来たぞ、助け来たぞ俺が、怖え。あれあと1人いる、あと1人どっかいたはずなのに。あ逃げてたね、帰ってきました。ナイスボムラッシュ、いけ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 、押せ押せ、圧勝だ。やったー楽しい。また煽られるかな俺、またメール来るかもしれない。時々あのフレンド申請でね、暴言吐いてくる人いて、勝ちました。ありがとうございました。やっぱスピコラ楽しい。この武器は強い。ありがとうございました。